ございます。今週末は2日間お天気に恵まれそうなので、やろうやろうと思っていた畑の整備を行っていきたいと思います。ここはもともとお茶畑だったところ、傾斜のきつい位置にあるので、どうしても雨の降った時に泥や石が流れ込んできてしまいます。少しでも環境を良くするために、あぜ波を使って整備していきたいと思います。桑を振るうときは絶対に熱くなるのが分かっているので、あらかじめ服を脱いで万全の体勢で一気に耕していきましょう。桑を振るっているときは、ただただ目の前の土を耕すことに意識が集中しているので、あっという間に時間が過ぎていきます。ただ耕しているだけなんですが、とても頭の中が整理されて、すっきりした気持ちになります。だいぶ掘り進めることができました。畑の際に合わせて空いているスペースも一緒に耕してしまいました。だいぶ見た目も整理されたのではないでしょうか。上から見るとこんな感じ。次はあぜ波を立てるために溝を掘っていきます。なんかもう曲がってますね。自分の中ではまっすぐ掘り進めてるつもりなんですが、だいたい最後に見返してみると曲がっていることがあります。やはり紐を引くなどして印をつけてからやるのがベストなんですが、桑を持ったら最後とにかく掘りたい衝動に駆られてしまうのが悩ましいところです。溝掘りはこんなものでしょうか。では、あぜ波様、お待たせいたしました。設置に移っていきたいと思います。
後で見返してみるとあれなんですが、なんて不器用なんでしょうか。初めから向きを逆にして転がして広げればいいものをこの時は気づきませんでした。わざわざ持ち上げて無駄なことをしていますね。畑あるあるではないんですが、マルチやビニール、板を設置するときにはだいたい風が吹いてきます。なんでこのタイミングなんだろうと初め思っていたんですが、最近は風が吹いてくると、あ、やっぱりなと、なんとも言えない気持ちになります。設置している時には安定しなくて不安だったんですが、遠目から見てみるとなんとなく形になってますね。一通りあぜ波を設置し終わりました。遠目から見てもレトロでいい雰囲気。皆さんにはどう見えますか？耕し終えたら次は畑の土作りを一気にやっていきましょう。今回まく資材は基本的なものです。牛糞堆肥、バーミキュライト、そして腐葉土です。ここね、崩れちゃうもんでさ、あぜ買ってきたからきれいにしたよ。ね、あんま迷惑なんないよってさ。場所は違うでしょ。場所は違うでしょ、見栄えが。畑の土は変わんないけどね。
最近はなんとなく畑に対してまく量が分かってきてはいるんですが、今回もバーミキュライトを初めてまく資材だったので分量合ってるか分かりません。最終的には隣に埋まっている株や大根がなくなるので全体かき回しておけばなんとなく馴染んでいくのではないでしょうか。耕しているときにカチカチカチと音が鳴るときにはちょっと大きめの石が土の中にいることが多いです。耕しているときにはなかなか取り除くことができないので、しばらく経って土が馴染んだ後に小石を取り除いていくことになります。ちょうど畑が耕し終わるタイミングで小雨が降ってきたので、今日の作業はおしまいです。また明日に作業は続いていきます。Let's meet again tomorrow. Happy gardening. Bye.